プロデューサーさんこれ、ちょうだい献血の後ってさ、無性にお腹すかないだから、しゅうこちゃんおねだりしちゃいまーす。まあまあ、心配しなさんな。独り占めは、しないからさ。今だけのスペシャル版、どうぞ。和洋折衷ってやつかね。 食いしん坊そうとも言う。可愛く食べたら CM オファーが来たりして。せっかくだし、狙っちゃう私の声届いてるかいシューコは世のため人のため。いいことしたご褒美ってことで。大丈夫。食べた後はレッスンするし。 一休みしたらね。シューコは、プロデューサーさんに甘やかされて育つんだって。多分、今がお買い得。今しか手に入らないんだよ。頼むよ、プロデューサーさん。プロデューサーさんの優しさが、シューコの血となり、肉となり。うん、プロデューサーさんとの秋。 めいっぱい楽しめそう。帰ったら、美味しいお茶入れてあげるね。お楽しみに。うん。心地いい音が響いてる。伝統と革新が共鳴してるって、こういうことかな。和とサイバーがミックスした不思議空間。 だけど、案外心地いいわ。そこの君も案内してあげる。こっちへおいで。今だけのスペシャル版、どうぞ。和洋折衷ってやつかね。触れられそうで触れない。気を楽にしてついてきてね。 身を任せたら、いいこと、あるよ。私の声、届いてるかいシュコは世のため、人のため。生きでしょう、風流でしょう。今の私、水を得た魚みたい。って、自分で言っちゃった。プロデューサーさんも夢中になる。 夢中になるサイバー集庫に活目せよ悪くない気分だよ。プロデューサーさんが選んだお仕事だしね。これが伝統とモダンの融合ね。プロデューサーさん、センスある私といると飽きないでしょプロデューサーさんが望むなら、 もっと新しい世界へ連れて行ってあげるよ。ふこうご期待。